を始めます。今日のお話はこれです。海のまんまる笑顔。みんな海に行ったことある？ある。海は好きかな？その海にね、今困ったことが起きているんだって。サメとか？なんだろう。みんなお寿司は好き？好き。好きだよね。美味しいもんね。でも想像してみて、お寿司の上に魚がなくて白いご飯だけだったら。美味しそう。美味しいかな？美味しいかな？ここみんなは砂浜で遊んだことある？ある。楽しいよね。砂山を作ったり、波を追いかけたり、生き物を探したり。でも想像してみて、砂浜がゴミだらけで裸足で歩いたり寝っ転がったりできないの。想像してみて、海が汚れてしまって魚や海の仲間もいなくなっちゃった。海はどうなってしまうの？じゃーん。みんなこんにちは。僕デメちゃん。いつもは海の深いところに住んでいて、海やみんなを見ているんだよ。今日は今海がとっても困っていることをみんなに知ってもらいたくてここにやってきたんだ。昔の海は魚や生き物がたくさんいて、それはそれは綺麗で楽しいところだったんだよ。人間のお友達もたくさん遊びに来ていた。楽しそうだね。でもね、だんだん人間のお友達が来なくなっちゃったの。なんでかな。とっても寂しい。最近は人間のせいで地球がおかしくなってきて、お魚や生き物の数も減って、海は元気がなくなってきちゃった。ゴミも増えて、このままだと魚の数よりゴミが多くなっちゃう日が来るんだって。どうしてそんなにゴミが増えたのかな？人がポイポイしてたとか？そう、それはね、みんながお家で出すゴミがすごく増えて溢れちゃっているんだ。その溢れたゴミは川を流れて海に行ってしまうんだ。だから海にゴミが増える。みんなが住んでいるところと海は実はつながっているんだよ。あれなんて海な？ある。人間の友達も遊びに来なくなって、ゴミも増えて、海の生き物も減って、今海はとっても困っているんだ。じゃあそのためにみんなで海を助けよう。どうすれば助けることができる？みんながすぐできることってなんだろう？海をきれいにするとか？なんだろう。それはね、みんなで海に遊びに行こう。お家の人に連れて行ってもらおう。お友達も誘おう。海で泳いだり、波で遊んで、砂浜で山を作ったり、川を作ったり、生き物を探してみよう。そしてゴミがあったら拾おう。海も元気になる。海が元気になったら魚やその仲間も増えるよ。そうしたら、海が元気になれば魚も生き物も友達もいっぱい。楽しいよね。あとお寿司もあるよ。そう、そうしたらお寿司も。こっちの方が美味しそうじゃない？うん、ね、マグロ美味しそう。あらら、海の君を好きになる。海もまんまるピカピカ笑顔に。君もまんまるピカピカ笑顔に。さあ海にレッツゴー。おしまい。はいよ。